こんにちは、ミカです。2022年10月29日、トースターで作れるお家で簡単本格パンという本を秀和システムさんから出版しました。オーブンがなくても、初めての人でも手軽に美味しいパンが作れるレシピになっています。美味しくって楽しくって幸せになれるパンを一緒に作っていきましょう。今日はクレチオレオの作り方をご紹介していきます。まずこのパン作りの工程をお話ししていきます。最初に計量です。でその後に生地をこねていきます。こね上がりましたら一次発酵に入ります。しっかり発酵しましたらフィンガーテストをしてベンチタイムをしていきます。でこのベンチタイムの間にフィリングを作って、ベンチタイムが終わったら成形をしていきます。で成形が終わりましたら最終発酵に入ります。最終発酵が終わったらフィリングを生地の上に乗せてあげて焼いていくという工程になっていきます。ポンテはこねるバージョンとこねないバージョンを乗せていますが、今回はこねないバージョンをご紹介していきます。だいたい3時間ぐらいで焼き上がると思っててください。じゃあまず計量しておいたものをこねていきましょう。粉類をボウルに入れて、カードの丸い方を使ってよく混ぜていきます。水と卵を加えてさらによく混ぜていきましょう。粉気がなくなるまでしっかり混ぜていきます。水分がなくなったけれども、まだ粉気があるときにはカードで生地を切るようにしてあげると残ったお粉が混ざりやすいです。ほとんど粉気がなくなりましたら生地をテーブルに出していきましょう。ボウルに残っている生地もしっかりかき出してあげます。指先でカードにくっついている生地を取ってあげましたら、手のひらの付け根を使って生地をテーブルにこすりつけるようにして、残った材料をしっかりと混ぜ合わせていきます。生地はなるべく遠くまで伸ばしてあげて、しっかりね材料を混ぜ合わせていきましょう。手と一緒に生地が戻ってくるようになりましたら、今度はこねるという作業をしていきます。一度生地を手のひらの中でくる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 回して、表面をピンと張らせましたら、右手で左奥行って戻ってくる、左手で右奥行って戻ってくるという形で、弾力のある生地になるようにしっかりとこねていきます。生地の表面が滑らかになって弾力が出てきましたら、グルテンチェックをしていきます。引っ張ってみてゴムのように伸びるようになっていれば OK です。冷蔵庫からバターを出してきましたら、カードで細かくカットしてあげます。カットしたバターを生地にのせて軽く包みましたら、手でしっかり生地を握って台にこすりつけるようにしながらバターを混ぜ込んでいきましょう。しっかりしたグルテンができているとバターは混ざりにくいです。表面にバターが出てきてしまっても気にせずに、しっかりね生地をこすりつけるようにしてバターを生地全体に混ぜ込んでいってください。バターがしっかり混ざりましたらこね上がりです。テーブルに打ち粉を振ります。強力粉です。その上に生地を乗せて横からくるくる巻いていって、生地の表面をピンと張らせていきましょう。生地の表面がピンと張りましたら2つ折りにして生地を閉じます。閉じましたらボウルに閉じ目を下に入れてあげて、生地が乾燥しないようにラップをしていきましょう。一次発酵に入っていきます。室温で40分から60分見ていきます。生地が 1.8 倍から2倍になるまで発酵させていきましょう。発酵器のある方は30度で40分見ていきます。一次発酵が完了しました。大きくなりましたね。フィンガーテストをしていきます。人差し指の第二関節までお粉をしっかりつけてあげましたら、生地の横から穴を開けてみてください。穴の大きさが変わらなければ発酵完了です。で生地を出してあげます。で手のひらで押さえてあげてガス抜きをしましたら、手で包むようにしながら生地を丸めて、乾燥しないようにラップをかけて10分ベンチタイムをとっていきます。この間にフィリングを作っていきます。指で押してみるとスーッと指が入っていくくらいまで柔らかくなりました。バターとクリームチーズを
度ゴムベラでさらに柔らかくしてあげましたら、ミキサーでしっかり混ぜ合わせていきます。ミキサーをお持ちはない人はホイッパーでしっかり混ぜ合わせていきましょう。柔らかくなりましたらお砂糖を加えていきます。さらにミキサーで混ぜていきます。次に卵を加えていきます。卵は2回から3回に分けて加えていきましょう。卵は冷たくないものを使う方がいいです。卵を加えるたびにミキサーでよく混ぜていきましょう。卵が混ざりましたら薄力粉を加えます。で、こちらはゴムベラで粉気がなくなるまで混ぜていきましょう。時々生地をひっくり返すようにしてボウルに生地をこすりつけるようにしてあげて全体的に混ぜていきます。混ざりましたら使う直前まで冷蔵庫で保管しておきましょう。ベンチタイムが終了しましたので成形をしていきます。テーブルに打ち粉をしていきます。閉じ目を上にして生地を置きましたら軽く手のひらで平らにしてあげて綿棒で伸ばしていきましょう。だいたい18センチから20センチぐらい伸ばしていきます。あまり大きくしすぎないように気をつけてください。ポイントは厚さを整えるということです。カードを使って生地を台から剥がしてあげます。アルミホイルの上に乗せて生地の形を整えていきましょう。整えましたら最終発酵をしていきます。室温で40分から60分発酵させていきましょう。最終発酵している間にオレオの準備をしていきます。オレオ5枚をビニール袋に入れて手で軽く割ってあげましたら綿棒をビニールの上で転がしてオレオを細かくしていきましょう。フードプロセッサーをお持ちの方はフードプロセッサーで細かくしてもらっても構いません。最終発酵完了しました。生地の横を軽く押してもらうと指の跡がつくようになっています。発酵完了ということです。フォークを使って生地の表面に穴を開けていきましょう。この作業をピケと言います。生地全体に穴が開きましたらこちらに先ほど細かくしておいたオレオを乗せていきます。オレオを全体的に散らしましたらベンチタイムの時に作っておいたフィリングを冷蔵庫から出していってオレオの上に広げます。生地の周り1センチは広げないようにしておきましょう。残りのオレオ3枚を軽く割って全体的に散らしていきます。この後トースターに入れて焼いていきます。約5分ぐらい前になりましたら200度で余熱を入れておいてください。200度で15分ぐらい焼いていきます。焼き温度と焼き時間は様子を見ながら変えていきましょう。焼き色が薄い時には高くしてあげる、もしくは焼き時間を伸ばすようにしてみてください。はい、焼き上がりました。出していきますね。ちょっと表面に焼き色がついていい色に焼き上がりました。出す時には火傷をしないように気をつけてください。しっかり冷めましたのでカットしていきます。まずアルミホイルを剥がしていきましょう。一方方向ではなくいろんな方向から剥がすようにしてみてください。私は今回はね、動画用なので4辺切り落としていきますが、これね、4辺切り落とさないでそのままお好みの大きさにカットしてもらっても構いません。いかがでしたか？ケーキのような美味しさなのでぜひ作ってみてくださいね。ではまた。